うるしかわ戦場うるし川戦場うるしの戦いは南北朝時代の昭平23年、大安元年、では国において南朝の大江重家のと北朝の室町幕府、鎌倉久保、足利氏光、宇州短大、柴金り、欧州短大、大崎忠しもちらとの間で行われた戦い。大内方での南北朝の対立は当初、道の区国多賀城を中心として行われた。 多賀城による鎮守府将軍、北畠昭恵を、延元2年、兼武4年欧州総大将石道義望が、伊達軍霊山に追いやり、昭恵が、摂津国で戦没後は、公認の鎮守府将軍、北畠昭信が、広告3年、公営元年多賀城の奪還を狙い石道義望と、道の区国栗原軍3波様で戦い、明信軍は敗北、南朝の勢力は後退することになる。 その後、欧州官令キラ帝下、畑山国氏が赴任するが、官能の上乱で北朝側も混乱をきたし、昭平六年、官能二年、北畠秋信が長城を奪回、しかし翌年には勢力を回復した、北朝側、キラ氏が取り戻し状況は目まぐるしく変化した。昭平八年、文那二年秋信は、キラに敗れ、道の区を脱出、出は国が、 南北朝の争いの舞台となる。昭平九年、文那三年、キラ定下の公認として、芝家県が、欧州官令として赴任すると、畑山平石丸る、石東吉本が、欧州官僚を自称し、キラ正しいの子三井も含めて四官僚乱立の状況となる。この争いは、芝市優勢で進み、昭平十一年、塩分元年芝家県の次男、柴金頼が、 宇宙丹大として、出羽へ入部する。金よりは、事前工作として、生成層に勢力を払拭しつつあった、里見義景に、弟、吉宗を養子として送り込み、また、山屋氏も、婚姻政策によって参加に組み入れた。金よりは、山形城を築山寺をはじめとする、自社勢力の怪獣に努め、最上軍東部に、勢力の根を下ろしていく。出羽国下がいにおいては、 大江地下広の死後北、佐賀江荘が決勝となっていたが、親孝互生孫、大江県政の大の昌平六年、官能二年回復を目指して、侵略を繰り返していたことがわかる。昌平十三年、延文三年四月、足利高氏が没すると、南朝側の活動が、全国的に活発になる。八月、北畠明信は、長会山大物海神社に願文を捧げ、 南朝側の諸章を休合して決起し、佐賀江大江氏もこれに応えたとみられる。大江玄星は、昌平十四年、延文四年、柴兼よりと争い、弟懐、孔、剣広氏と共に打ち死にしたという。なお北畠秋信の辞席も大物弓神社への寄進状以降を見られなくなる。佐賀江大江氏の防御拠点、大江玄星の死後、後を継いだと気持ちは、 一族の指定を将来各地に配置し、防御を固める戦略に出た。すなわち、着南重信を、溝延べ、次男元時を、左沢盾、山城、重信の子、正広を、白岩城に配置し、さらに、佐賀江、芝橋、小泉、高谷、小木袋、三つ家にも盾を築いた。昌平十二年、常時六年四月、鎌倉公方足利元氏が死去し、 12月には、室町幕府二大将軍、足利義明が没した。これに橋を発し、翌年7月越後に占拠していた、新田義宗と脇屋義春が拒兵し、出羽の諸子が関東と連携して拒兵する状態に至る。佐賀江大江氏もこの流れの中で拒兵したとみられ、欧州官令、大崎忠持宇州官令、柴金よりを指揮官とする。 数万の軍による討伐を受けることとなる。大江市当主、大江と木持は、着難の溝延城主、大江重信を総大将として、これにあたる。大木き太郎によれば、しばしは、もがみ川の強固な防衛ラインを避ける戦略を選び、迂回して、芋川渓谷国沿いの初盾を落とし、富沢口から攻め寄せると見せて、別動隊を、漆川上流で渡化させ、大江軍の後輩をついた。 両軍は、諏訪原で激突したが、背後を取られた、大江軍は、混乱に陥り、小木袋の要害を頼って、集結してしまったとする。小木袋盾にこもった、大江一族は大軍に包囲され全員自害を遂げ、その数は61名に上った。溝延べ上代だったアビコキーは、主人重信選手の方に触れ、同時を連れて、主人の後を追って巡視したため合計63人が、 自害したと記される。漆川の戦いで自害。長泉寺境内の供養党足利軍は、佐賀江市には、深入りせずに引き上げ大江氏の佐賀江層の領有は、その後も認められたが、北、佐賀江層は、柴金よりの支配下に入った。では国における、南朝側の組織立った抵抗はこの戦いをもって、終結し、東国での南朝側の組織的抵抗も、 日田義宗の廃止により収束することになった。ではしばしは、最上川東岸の地に勢力を腐食するために、二代、もがみ家の子らを、高玉、蟹沢、成沢ななどの用地に廃止勢力を新調していった。天道城による北畑天道丸も、もがみの圧力に講しきれず文中年間津がある、浪岡に逃れたという。その後天道には、もがみ家の子よりなおが入る。 うるし川の戦いの五年後分中二年、王安六年、王江と気持ちは四男と九字に対して、北朝側には起こりることをイメージして、生涯を閉じた。王江と九字は着難元届きを人質として、鎌倉に差し出し、鎌倉久保、足利氏光から、本領安土一家政着のご教書を受けた。と九字は、長兄、重信の維持を、創業の地である吉川に配して、阿弥陀堂を守らしめ、 自らは、佐賀江に今日移し佐賀江氏を称するようになった。森の宮、大江源世の祖である、大江近弘は一時、北畠明江、北畠明信兄弟の祖である、源の道近の勇士となり、源の親宏を名乗った。ありがとうございます。